はい。それでは、えっ、ー、と、まあ、まず、アルトルって何なのか説明していこうと思います。アルトル。ロドビューの育ちの日本を憧れた髪の毛が青いインフルエンザのアルトルです。よろしくお願いします。現在、X のフォロワー数は43万人以上。過去28日間はインプレッション数が1億超え、いいね数も毎,毎月100万以上です。 ア,ドさんとアルトルトイク、不思議な国日本のコミックエッセイを出版。さまざまな PR の中で JR 西日本、佐賀県、アゴダ、ドアリンクなどと一緒に仕事してきました。そして最近はものすごい嬉ししくとにキャノンと一緒に仕事もできるようになりました。めっちゃお世話になってます。これからもよろしくお願いします。さて、本日のミットアップなんですけど、えっ、ー、と、 前あったようなミートアップとちょっと違って、もうカメラはこうやって使っていきましょうのではなく、もうちょっとあの思考の話をしていきたいと思います。何の思考かというと、パッション、サイのフィールド、ニッチの使い方について話していきたいと思っています。とってもベーシックな情報も多いと思うんですけど、結構シンプルな方があるんだと思うんですけど、逆に言うとシンプルすぎて、それをしっかり一旦 あの考えることあがないような内容でもあると思いますので、まあ、そしてこの内容にお聞いたことによって改めて考えて発見したりあの自分が興味を持った動画を少しでも作りやすくなるためになるんじゃないかと思いますので本日はよろしくお願いしますそして最初はファッションを見つける テーマから始めますけど、まあ、パッションはこういういスーパーでよく見つけるパッションじゃなくてパッションフルーツではなく、まあ、自分がや,るやりながらのワクワクドキドキすることということですね。パッション見つけるはもは本当にメリットしかないと思います。1つ目はクリエイターの情熱が視聴者に響いて伝わることもうあの。自分が好きなことを語るとそれは相手も簡単にすぐに 分かってしまいまいす2つ目は、持続な、えー、モチベーションの源になります。もうずっとずっと嫌な自分が嫌なことを作り続けたらもうい,つかのいつの間にかどっかのタイミングでこれはもう嫌ややでどんどん,どんどん次の動画とか次のコンテンツ生まれるのは長くなってしまう場合もあるんですけど自分が興味を持った ものを作る場合は、それはちょっとあの優しめというかよくにた、役に立つじゃないかなって思う。で、3つ目は、あの一貫性のあるブランディングが生まれます。あの自分が自然に語れることに対して、うん、についてコンテンツを作ると、うん、視聴者に違和感が全く生まれないところもありますし、他にもなどなど、 いいっぱいあります。その楽しいから、クオリティもイノベーションも、えー、感,情的感情的なつながりもう生まれてくるでしょうと思います。で、自分のパッションを見つかるのはなかなか大変なことでもあると思いますが、友人と相談したり、またはこれから紹介する方法を取り入れてみるのもいいでしょう。 えー、一つ目は自分自身の興味を考えるシンプルに何をするときが楽しい感じるのかまたは何をやっているときに時間をの感覚を失うほど熱中しているのかを考えたらいいと思いますやってみたいことをやってみるあの面白そうな体験を試してみるだとかアクティビティ中に自分の気持ち がどうなっているかあの、自分のその気持ちに注意、十分払うことはいいと思います。才能から考えてみる。才能についてもっとたくさん詳しくちょっと後で話していくんですけど、まあ、ソフトスキルもテクニカルスキルも考える。ハード、テクニカルかハードスキルっていうのは目で見えるもの、まあ、椅子を木材から作れるとかコードかけるとかなど。 ソフトスキルの場合は目で見えない、か、ま、か、あ、るのは難しいなこと。例えば、まあ、優しい人だとか、相手の気持ちよくわかることだとか、えーと、スケジュリングが得意で時間管理が強いんだとかなど。または、まあ、反対側から考えるんだとかあの、ポジティブからじゃなくて、この世界にあるあの違和感、不満、変えたいことや直したいことから考え ていく方法もありますし私の場合は結構日々との子供の頃の夢を思い出すっていうか私自分のパッションのは、まあ、多分知ってる人もいると思うんですけど、まあ、日本、日本語、日本人、日本の文化など,など、まあ、日本はものすごい好きでそれをいつの間にか仕事になっちゃった感じなんですけどあのそこにたどり着く前 にもの子もあの頃も何回か日本語に挑戦したんですけどその気持ちを一回思い出した時は仕事にしちゃっておかしくないっていうか大世界じゃないかって感じたこともありましたさあ次に行くとあの才能を見つけるトピックなんですけどえっと才能って結構 こう、いろいろある、大きい方からなんかあのなん、なんていう、まあ、例えば、内向的と外向的っていうのを比べると、もう全く違う才能になると思いますのと、または、ものすごいちっちゃい細かい才能あの、ケーキを選ぶの上手だとか、ね、猫が大好きだとか。 あそれを才能を見つけるためには順番に一番広いところから一番細かいところまで考えたらいいと思いますえ大きく分けられる構成から行きましょうまずは、えー、と内向的と外向的なんですけど、まあ、内向的な性格の方はほんのレビューの動画を頻繁に出せる方だと思いますので、ね、外向的なのはその逆に その人はイベントを走り回ってリポートすることが得意でしょう。または、えー、創造的とテクニカルの場合は、もし創造的になったら、まあ、アートとか DIY とか動画制作とか、またはストーリーテリングのような内容が適しているでしょう。テクニカルの方はゲーム、テクノロジ,、えー、ノロジーレビュー、または複雑なトピックに関する教育コンテンツ、 などが適していると思いますので、ねえー。冒険好きえ、または安定志向もう大きな違いだと思います、えー。冒険が好きなら、トラベルブログやアウトドア活動、もしかしたらエクストリームスポーツとかのコンテンツなどが向いていると思うんだけど、安定志向の方はより落ち着いたアプローチ。 あの料理だとか、住まい作り、または日常のライフスタイルブログが考えられます。一回それを仕事て見るとあの、コンテンツを作るときに生のリアクションを伝えるのは得意なのか、編集を通して言葉も使わずその瞬間の気持ちを伝えることができるのか。 注目されるために、ユーモアで頑張って、ユーモアのセンスを使うのか、逆に真面目な語り方でやるのか。才能はもちろん人によって様々だと思うんですけど、これは自分のことだりよりもよく知ってるご自身が、決めるべきだと思いますけど、あのそれは本当に役に立つために、一つはコツがあると思います。それはできるだけ すべてリストアップすることだと思います。もう、猫からむず珍しいボードゲームの戦略まで考えきれないほど才能がある中で、自分自身にある才能をすべてリストアップしましょう。えー、本当にそれって才能なのって思われるようなものすべてリストアップすることがいいと思います。猫が好きだとか、イチゴのショートケーキが,が無限に食べれるとか、 雨の日にワクワクするだとか、えっと、白い線だけ踏んで道を渡ること、どんなことでもリストアップしましょう。このタイミングでもう何言ってるか、この人おかしいやろ、それはどうやって役に立つだろうって思う方もいらっしゃるだと思うんですけど、実はね、あのコロナロックダウン中、日本にしばらく来れなかった期間がありまして、その時に、あの 一回もバカバズリコンテンツをあのツ,イツイートを作りたかった気持ちになってもう自分全く同じ活動なんか自分が好きなこと自分得意ことをすべてリストアップして一つ140文字にそれをすべて込めてみた <laughs> ワグナはアルトルメロンパン作ったぞ褒めてくれのそ,そのツイートをすべてすべて込めてメロンパン好きだとかジブリエグが好きだとかまあ日本 がスキンはもちろんだとか日本に来れないことだとか、などすべて込めた結果は、気づいたら32万いいね稼いでしまいました。<laughs> あのー、めっちゃびっくり、その数字にびっくりした気持ち一歩で、くクくクくく予想通りだって気持ちもありました。うん、なので、 ぜひみんなにも自分の才能をできるだけ詳しく1回リストアップしてみてほしいです。さて次に回りますと、フィールドを決めて研究すると思いますというテーマです、えっと。パッション、そして自分の才能を分かっていれば分かっているほど簡単に決めることができるのがフィールドですね。しかも自分が興味を持ったことを あ自分が興味あるものでしたらコンテンツを,を調べるのはもはや遊びになるじゃないですか。頑張りたい自分自身のフィールドを決定したら次は以下のことをやるといいと思います。まずは、ペーソナを、えー、把握しましょう。実際見てくれる人の気持ちがわかればコンテンツを合わせて作ることができます。それによってエンゲージメント率が上がり、 プラットフォームのアルゴリズムにもスカレル効率も上がるだと思いますの。ほとんどのプラットフォームにはアナリティクスを見れば、あなたのコンテンツを見ているターゲット層はもうすでに見ることができるのは多分みんなわかってると思いますけど、またターゲット層の研究方法はあの他にあると思います。それは同じフィールドで成功しているクリエイターのコメント欄を 見てみることですね性別や年齢を分かりづらい場合もあると思いますけど、どういう質問や悩み、そして動画に対する反応を見ることで視聴者が認めていることがよく分かると思います。ペルソナが分かれば、そのペルソナの認めるトピック、言葉遣い、喋るペース、シーン、編集などを考えて らどん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 視聴者が考えていることを把握すれば喜んでくれるコンテンツが作りやすくなり評価も上がるでしょう次はトレンドを使用するトレ,トレンド使用することですねトレンドのメリットは、まあ、アルゴリズムに好かれ自,分自身が発信するコンテンツを新しい層の方に 見つけてもらいやすくなるところで、すねでこの一度のリーチがあのファンがつながる、もしくは興味を持ってもらえないかの勝負であると思います。トレンドってまああの1回出てきてすぐなくなるものなので、スピードで勝負、あの早いもの勝ちの場合もありますが、トレンド だけでファンになるかならないかっていう勝負によって少しで,でもクオリティに気をつければならないと思うのでできるだけいいクオリティをできるだけハイペースで作りましょうということですねで。最後に得意なテクニックを身につけることなんですけど、まあ、例えば理系の方は えと編集が上手かったり、撮影の機会を使いこなしたり、うん、こなしている方が多いと思います。その一方で、文系の方はストリテリングが得意な方が多いでしょう。自分が得意なテクニックを磨き上げながら、ターゲットにどうハマりするコンテンツを作っていきましょう。例えば、撮影のノウハウを学んでいる楽しいと思う方、よりいい作品を作るためにライト、自然のもの えー、読むのもお使いこなしたり、編集でトランジションにも一手間をかけてみたり、内容を詳しく説明することに集中するといいでしょう。でストーリーテーリングが得意な方は、イントロだけで見れば、最後まで見続けたくなる内容出し方を考えたり、またはその動画やコンテンツの 最中に一瞬だけいい一、一秒だけでも飽きると視聴者感じることないストーリーをどんどん作っていくのはいいと思います。その例は一つ、あの、地下クリエイターを紹介した,したいと思いますけど、KC ーーさんはもう、あの、Vlog の大ベテランさん、えー、で、カメラものすごい 使い尽くしてるって言ってもおかしくない。あの多分同時はせめて3台もしくは5台持ち歩く。カメラマニアックですね。いろんな角度からいろんなシーンを頑張って通る方のクリエイターですね。で、ライスコシーは、あの、何、1700万人ぐらいも登録者がいる。私の出身地のラトビア人口の10倍ぐらい登録者もいる。 なんですけどとにかくあのすごい気軽な気持ちしか与えないもうなんかパパッと,とあの実際めっちゃ手間かけてるらしいんですけど考えることとかなど頑張ってるらしいなんですけどあのとにかくめっちゃ気軽とれちゃった気持ち与えるあコンテンツを作ってる人なんですさて次のトピックに参りましょうニッチ日清力ナンバーワンを目指す 最後に話したいことは、ニッチイコールアなったになる方法です。4までであのフィールドを決めた後、さらにそこからもう一段階深くあの掘り下げるものがニッチですね。視聴者がキーワードを入力したところでおすすめの名前が現れること検や検索結果の上に出るようになりましょう。 私は知ってる限りでは、二つの方法があります。一つ目はシンプルに1位になることです。この日チでの横綱、えー、になります。オリンピックの金メダルですね。チェスのグラ,スメグラ,ン,ドグランドマスター。東京で一番おいしいお店に詳しい人になる。えっと、全国のオタクたちに尊敬されるコスプレイヤーに目指す。 世界で一番天性的に音楽に合わせる観光地紹介動画を作るクリエイターになる。ただし、それを目指している人が多いため、一位を取ることは非常に難しいと思います。もちろん一位の人はいるから無理ではないんだけど、とても難しいですよね。もう一つの一位になる方法は、特殊なスキルと特徴のセットを作ることです。例えば、 税理士向けのソフトを作る会社でしたら、税理もプログラミングも両方ともできる人は非常に重要な人材になりますね。用語や税理士が認めることがわかるし、そのままコード化できる人はクビにされることは多分ないですね。例えば、同じ仕事の成果を上げるために、それぞれのスキル、税理士のコンサルティングやセールスとか、 ビジネスからプログラミングタスクに通訳するとか、プログラミングそのものだとかなどなどを持つ人を揃わないといけないのと、一名でそれらすべてこなせる人とでは、どっちがコスト的にも採用的にもいいのかということですね。コンテンツクリエイターの 世界では特徴がまさにセールスポイントになります。先ほどの例では難しいものばかりを挙げたんですけど、セールスポイントは複雑なスキルに限ったものではありません。どんなものでもいい。えー、見た目、喋り方、好み、趣味、経験。コスプレをしながら音楽に合わせたリズムでグルメ紹介をするっていう組み合わせはどうでしょう 今まで多分そういうコンテンツクリエイターはまだないんだと思うんで、今はもしかしたら誰かにチャンスかもしれない。特徴的な魅力を何かを掛け合わせることができる。それがニッチとなり、最初からインパクトがあって、覚えてもらいやすいこともあります。その,けその結果、そのニッチでの a 響力1位につながっていき,いきます。 要するに自分で新しい日常を作ってしまうということですね。影響力を高めていきたい方には、もうこうやって特徴で特徴で特徴すぎて、無視されるのはおかしいぐらいの特徴があるスキルセットを作ることはおすすめします。で、ラストなんですけど、パワーショット1点を使い倒すのをおすすめしたいと思います。最後に今日お話したいことは、 どうやってパワーショットにつなげるか話したいと思います。今日紹介したことを考えるためや、あの術を完璧にできるようになるためには、とにかく量で勝負するべきだと思います。そのためにまず大量の素材が必要です。アンバサダーになってからもう約5ヶ月ぐらい経ちましたが、今では家から出るとき、 撮影する予定がない時でも必ずパワーショット1点を持ち歩いています。200g ちょっとぐらいなので負担にもなりません。思いもしないタイミングでいい景色やおいしそうなご飯が突然出てくることがあります。その突然の瞬間をカメラで収めると何かの素材となりネタになり、どこが出来上がります。ああ かわいい、ありがとう、かわいい、いただきました。せっかく取ってきたものをシェアしたい気持ちもどんどん湧いてるし、編集のめんどくさがりや、私でもどんどん編集欲が湧いてきました。で、編集するときに素材選ぶことに困る頻度がめっちゃ減ったし、まだまだだと思うんですけど、前よりちょっといい動画やストーリーを作れるようになってきたと思います。 まだそうしてないみんなさんにもぜひカメラを取り出しやすいポケットとか、ストラップにつけて、しばらく持ち歩いてみてほしいです。パッションになるのではないかと思って、新しいチャレンジの要素をとりあえず取っときましょうとか、何か得意なのかを確かめるためにいろんな環境で撮影して、いろんな素材を使って、いろんな編集のスタイルを試してみましょう。 量を増やしていけば、自然とクオリティがレベ,ルアップレベルアップするし、絶対に自分に向いている動画の撮り方や編集などに関する気づきもどんどん増え、ある日、ニッチのナンバーワンになってしまうかもしれないです。たった200グラム超えのパワーショット V10 をとりあえず持ち歩いてみましょう。